さあ、新しいキャラを作ってみました。で、何をするかというと、一発で大好物を当てようじゃないか。ふぅ。なんだろうな。もんもんももみんちゃん。でもね、でも、これは違う意味ですけど、トマトジュースとかで当たったことあるし、こんなね、自分の島の場合はですね、シンプルなので、一発大好物当たったことあります。一発大好物、ミーの一発で大好物当てられた回数は、4回あるんですね。4回。なんで、でも、急激なことなのでね、撮影はできてませんでした。なので今回ちょっと、真剣にちょっと、でもね、デザート、シンプルなやつで、こういうやつとかが大好物だったりした、する。自分の島の場合は全部、お茶漬けがと、お茶漬けは、多かったですね。二人か三人ほどいました。お茶漬け、普通の大好物の。で、超大好物が、あれなんだ。いや、なんのせい意外なものです。なんのせい意外なものでなりました。大したものがいい。でもな、和食の白色の食べ物のことだったり多かったりするし、こういうお粥とかね、お粥とか、ご飯の方が率は高い。でもね、寿司を言う場合もね、コンビニ弁当っていう場合もあったりしそうだし、それは一発じゃない方の身ですが、でも自分の住んでいる島に、ね、で作った身はシンプルなことが多いです。シンプルなことが多いって言えば、もうそしたら、ゴーヤとかね。ゴーヤとか、あと、おかゆかな。でもなんか違うような気がするな。これは違うでしょう。でも、だからといって案外ついてさ、こういうキノコだったりとか、ゴーヤだったりとか、自分の場合は、よく出るのは和食なんですよ。一番、でも和食のあっさりした方のメニュー、よく出ました。やっぱり、これなのかな。これか、もう、二つに絞ろうぞ。これか。おかゆかご飯だ。おかゆかご飯。おかゆなぁ。これは案外違ったりもするし。お茶漬け。これも多いしなぁ。でも和食のどっかに隠れとるぞ。絶対俺は和食のどっかに隠れとると思う。もんもんももみんちゃん。これか？これか？ご飯っていう名前だし、これか？これか？いただきます。これだったら本当にびっくりだよね。ここ。あ、来たんじゃない？あ、神だ。神、ここ当たったよ。神だ。でもこのね、普通のご飯ね、超大好物ご飯の特権が、のが結構ね、普通にこのシンプルなボーラー、当たった神回やん。ああ、神回やん、これ。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。もんもんももみんちゃん。オリキャラのもんもんももみんちゃん。なでとくか、おめでとう。ああ、当たった。
ですよね、ですよね、何やら満足そうです。ですよね、もんもんもんみんちゃん。ただ、そしたら最後に、じゃこれプレゼントして終わるか。リアルスタイル。どう？これ。うん。うん。よかった。